背が低くて困っている女の子。そんなところに、救世主、ロングボーイだロングボーイなら、簡単に黒板を消せます。高身長男子なので、とってもモテそうですね。こんなでかかったら女の子の首もげるだろ。低すぎた飛び箱。確かに、この飛び箱は低いですね。低すぎると飛び箱って逆に難しいぜ。とりあえずジャンプ、ダメなのはわかってるけどな。え、何の音？どうしてそうなったー。飛び箱が低すぎたせいで、上に飛ぶ力が横に向いてしまいましたね。どんだけ高く飛べる脚力してんだよ。なので、高さをちゃんと上げていきますよ。見えてるところに落ちてるぜ。これで2つ、ロングボーイにはまだ低いですね。非常ベルが触れたぜ。これで3つ、ロングボーイにふさわしい高さになったのでしょうか。15段増えるから、相当な高さになるぜ。まだ肩の高さ、もう一声欲しいぜ。この体育倉庫は空っぽ？何やら意味ありげな感じだけどな。あら、カーテンの裏にまだありました。これで、高さはちょうど良くなりますね。この体育倉庫ただ開くだけだったのか？そのようです。これで満足できるかな？首が動いた。成功だー。傘忘れの下校。雨が降っているので、そのまま帰ると濡れてしまいます。ランドセルのサイズ感おかしいから、普通の傘じゃダメだぜ。傘差してる真下までびっちゃびちゃですね。それもおかしいけどな。カッパを手に入れました。ロングボーイのサイズには合ってないだろ。なので、他に何かないか。カエルが現れたぜ。カエル何に役立つの？くっつきました。この状態でカエル怖いのかよ。ロングボーイ意外とひ弱ですね。やっぱり、筋トレしてないから。カエルは傘でやっつけます。植木鉢だけ残ったぜ。きっとこれが役立ちます。どう使うかは知りません。おっと、いやおかしいだろ。雨降ってるからって成長早すぎるからな。大きな葉っぱの傘を手に入れました。これなら帰れますね。女の子と待ち合わせしてたのかよ。この女の子、葉っぱの傘には完全スルー。なかなかやりますね。かくれんぼも一苦労。ロングボーイがかくれんぼをします。一番向いてない遊びじゃねえか。隠れなきゃいけないのに、隠れてる女の子にちょっかい出してますね。ロングボーイのせいで女の子ともどもすぐ見つかってしまうな。あら、布が風に飛ばされました。これは、使えそう。色合いがちょうど良さそうだぜ。柄もぴったし合うのでしょうか？違和感しかないぜ。え、女の子もそこ入るの？手と足はみ出してるから一瞬で終わったな。あらら？何これ、青春ってやつ？スイカ割りの達人。一緒に海に関係になってたー。なんだよ、イチャイチャ見せつけられるゲームかよ。軽くスイカ割れました。え、地面まで。やばい音鳴ってるぜ。地球が割れてしまいましたとさ。